ど,えー、どうぞお座りください私たちを愛して十字架にかかり3日目におめられた人に期待しながらのことにいきたいと思いますがえー、っとなんだっけ、えー、このフェイスシールドっていうんですかねんだっけアクリル板がありますし距離が離れてますのでマスクを取らせていただきます今日の最初の1分動画はですね、えー、っと思わず笑顔になってしまう話のですね だからえっと二つ見ていただきたいと思います。一つはダビデ村上牧師のえっとですね、えー、新しいあのあれです、ね、血管ができたっていうことですね。それじゃあお願いします。思わず笑顔になる話をご覧の皆さんこんにちは一人氏の村上です。今日は心臓から新しい血管が できたという奇跡的な話をしたいと思います。えー、今から、えー、数年前の秋の夜の話です。私が仮眠仮、えー、眠していますと、急にこの胸のあたりがあ苦しくなり痛くなり、もう息もできなくなり、もう死ぬんじゃないかなっていうぐらい、えー、苦しくなりました。 でえー、私はクリスチャンですので、えー、癒しの祈りを知っていますそれで私は神様に、えー、助けを求めて祈りましたこの胸の苦しみが癒されるように解放されるように必死で、えー、祈りましたで、えー、祈り続けているうちに、まあ、何分かあ分かりませんが突然スーッと 痛みが消えて逆になんか気持ちが良くなってきて、えー、癒されましたでこの時に私は非常に神様に感謝しましたでそれからもうずっと何もなかったんですがそれから半年ぐらいしてまた病院の世話になるようになりその時にお医者さんから言われたのが えー、この時に、えー、心臓から心筋梗塞が起きていて、えー、心臓から新しい血管ができているということでしたでこれは非常に、えー、この奇跡的なことでありまた珍しいことであるということで先生も非常にびっくりしておられました であの楽になったとき、神様が新しい血管を作ってくださいました、本当に命を助けてくださった神様に感謝しています、えー、これで終わります、えー、ここまで動画を見てくださって、どうもありがとうございました。はい、えっと、あの心筋梗塞でねあの 祈っったたら助かったんですねそれから半年ぐらい経った時にまたおかしくなってあの病院に行くように行ってあの次の日来てたら死んでたよって言われたことでそこから今度はもっと根本的に治るんですけどもあのその時に検査した時に不思議なことがあって新しい結果ができているってことで実はあの半年前にあの時あの本当は死んでたのに結果ができて癒されたんだなってことだったんですね、まあ、その時は今度は神様根本から治そうとされたんですね、まあ、だからあのその後2 5キロ痩されましたけど また今再び本当に神様すごいなということでますけれども、もう一つはですね、今度は癒やしではなくて、祈りがいかに聞かれるかというか、感謝と賛美、喜ぶことがどれほど力かということですね、よしは見ない牧師の思わず笑顔になってしまう話です。思わず笑顔になってしまう話を聞きの皆様、こんにちは、宮崎市の南です。今日は感染爆発でも感謝する秋についてお話したいと思います。 最近涼しくなって秋に近づいてきたなということを思わされます先日私は飲食店で働いているんですけれどもそこでとても重要な機械が壊れてしまいましたそれが壊れてしまいますと営業に支障を来すほどの重要な機械だったので初め自分たちでああでもないこうでもないとなんとか直そうとしましたでもうんともすんとも動きませんでした それで、えっと、業者に依頼してその機械を見てもらうことにしましたすると、えっと、モーターが完全に壊れているということで、まあ、修理に約20万以上うかかるということでしたで依頼するしかないなというふうに思っていたんですけれども、えーまあ、このことについて神様に祈ってないなという思いがしてですねで神様にお祈りすることにしました、まあ、この機械があ治りますようにということをです、ね、祈りました ところが、えー、やっぱり動かず、えー、でもう一度お祈りすると神様がこんな思いを私のうちにくださいましたでそれは、えー、この機械が壊れたことを喜んでいませんねっていう思いがですね来たんですねでそれで、えっと、喜ぶことにしましたで神様がこの後ろに素晴らしい、えー、計画を用意しておられると信じて喜ぶことにしましたでそうしましたら えっと、あれだけうんともすんともも言わなかったその機械が、えー、急に動き出したんですねでしかもそのタイミングも見事でしたで実はその時、えー、ある検査があってその機械が壊れたらもう間違いなくその審査っていうのは不合格だったんですけれども、えー、神様が目の前にある困難問題をも喜ぶことを通して、えー、本当に喜びる状況に変えてくださいましたそしてその機械は今もなお動き続けています 生きて働いている神様に感謝します。今日は感染爆発。でも感謝する秋についてお話ししました。えー、聞いてくださりありがとうございます。次にケンタッキーフライドチキンのチキンから機械にまで。神の手が伸び始めましたね。え、ね、機械の食べごとに皆様がですね。喜んでいただきたいというふうに思います。なんかすごいリアルな証ですよね。 ね、実際20万以上のあれがあったし検査にも通ってしまったとっいうねはい、えー、あの南君が特別だと思った人は窓わしです南君も愛されてますけど私たち一人一人も愛されていてキリストにご引きだと何にもありません、えー、ただ本気になってそれをするかどうかはそれはこっち側の問題ですねそれをぜひ覚えてくださいはいそれでは今日のメッセージにあ聖書ってこんなに面白いよ今日 ちょうど今日の席ののとところなので見ていいいたただきたいと思います、はい、全世界に出て行くそれいえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいマタイの福音書28章19節イエスの11人の弟子たちはイエスの言われた通りガリラヤに行ってイエスの支持された山に登りました。 おそらくアルベルベさんだったと思います弟子たちはイエスにお会いしたとき礼拝しました。しかし、中には疑う者もいました。イエスは近づいてきて彼らにこう言われたのです。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それいえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、 こう、精霊の皆によってバプテスマを授けまた私があなた方に命しておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これが有名な大宣教命令です。この大宣教命令の中でイエスは言っておられます。言ってと。ゴーと言われたのです。 しかも続けてあらゆる国の人々を弟子としなさいと命じられましたつまりあらゆる国に行けと言われたのですもちろんイエスの導かれる国にですこの時弟子たちはまだ弱く不十分でエルサレムにある教会も小さなものでしたしかし主イエスは語られたのです言って 弟子たちが聖霊を受けた後全世界に出て行ったように私たちも聖霊から力と愛をいただいて全世界に出ていくのです自分たちが強くふさわしくなってからではなくまた教会が大きくなってからではなく語られている今聖霊の力と愛の助けをいただいて全世界に出ていくのですその時私 共におられる主イエス・キリストが働いてくださるのです。イエス・スキリストはあなたを愛しておられますはいえー、っと月火月火水と続けてこの,このところから話を書いてますのでぜひ毎日読んでほしいと思いますえー、っとクリックするとすぐね見えるんですけどね YouTube に飛ばなないいいいからねいいねが押せないんです、ね、だからぜひ YouTube に飛んで「いいね」を押して思わず笑顔もそうですけど「いいね」を押してほしいと思いますので「いいね」なんて言ってねよろしくお願いしますはいそれではですね聖書に入っていきたいと思いますえー、大選挙命令のところですけれどもあなんかワンワン言ってますが、えー、16節から見ていきたいと思いますこの大選挙命令はエス様の、まあ、遺言と言ってもいいと思うんですね それぐらい弟子たちに対しての大切な、まあえー、命令あるいは使命だったと思うんですね。ですどこで語られたかというとまず16節しかし11人の弟子たちは、まあ、ユダが裏切ったので十人です。外来に行ってイエスの小さい前に登ったと書いてあります。なんで外来に行ったかというと、えー、7節を見ると、まあ、あのイエス様のところ墓にマリアとかが行った時にですね、えー エス様はていなかったんですねでそれで、えー、とここでは天見つかいがです、ね、言うわけですねですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさいとエス様を輝いたとイエスが死脳から輝られたことそしてあなた方より先にガリラヤに行かれあなた方はそこでお会いできるということですではこれだけはお伝えしましたって答えられるそして実際ですねエス様が現れてきた時に10こ今度エス様に会うんですねそしたらって言われるするとイエスは言われた恐れてはいけません行言って 私の兄弟たちに外来に行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。外来に行くようにってそこで会えるからって言われたんですね。弟子たちはその伝言を受けて、まあ、エルサレムでも会ってるんですけども、そういうふうにイエス様に言われたので、イエス様に言われた通り外来に行ったのです。そしてイエスのシーされた山、おそらくアルベル山だと思いますが、そのイエスのシーされた山に登ったんですね。だから、イエス様に外来に会っただけじゃなくて、そこでシーされた山に登った。つまり、 彼らはイエスの言われたことに従って外来に行きイエスが支持されたその山にやっぱり従って登ったんですイエスの言われたことにその通りに従って行った時に大宣教命令が与えられたんです神が言われる時にそこに行って初めて聞ける言葉があるんですそんなこと言えないじゃないですかここで言ってくださいよって人は言うんですけどいやそこで語られるのです神が言われたところに行った時に聞ける言葉があり神が言われたところに行った時に初めて聞く声があるのです昔ですね えっと、えー、今、大牟田のペテロ伊藤牧師がですね。熊本から荒尾教会ま花台をした頃にね。あの荒尾にも行ってあった頃に白馬に行くようにすごく促されました。ま、彼の彼の場合はハンディを持ってますから、そのいろんなことがあってですね。白馬に行くのは普通の人々に大変なんですね。で、まあ、白馬に行かれました。そこでマケドニアコールですね。首都行伝のマケドニアコールが語られたんですね。で、神様にま私にとってマけドニアはどこですか？って言った時にはっきり。 まあ、タマナと言われた,でたまらないと思って行ったわけですね。で、たまに行かれました。あんまり面白くないですかね。うん、何回も聞いてると面白くないんですね。新しい小説が終わってくれます。ね、あとそれから若い人は笑うんですね。急に笑ったりしてですね。ね30代になったためですね。20代の人は笑いますね。だからあの若い人を連れてきてください。ね、で何かというと、たマらに行った。そしたらですね 本当にそこで人は救われてきて導かれてき始めた癒しも起こったの,あの本当に奇跡的な癒しも起こったんです、ね、精神の癒しも起こったし体の癒しも起こったんですねそしてその後大牟田に導かれて大牟田にわえた時に玉名が教会になったんですねでこの時はっきりマケドニアコールを白馬で働いて主にそこで聞いたら玉名に来られたんですねそこから始まったんですねで神の言われる場所に行った時に初めて聞ける声ってあるんですねそれをどうぞねあの覚えておいてほしいというふうに思います ね、でこの時、えー、11の弟子は主が言われたようにガリラに行きそして主の言われた指示された山に登ったその時聞いたんで19説いきますねあ17節、えー、イエスにお会いした時彼らはじゃあ最初何をしたかと言ったら大戦協議まで前に松がお会いした時に礼拝したんですまず礼拝をしたんですね今日は礼拝について詳しくは話しませんが、まあ、神様に礼拝して捧げたんです、ね、その時にある者は疑ったんですね ところ、ね、疑った人もにも大選挙の未来が語られてるんです。ねえ、芝居も深いなと思いますけど、ただね、これ、疑った人も、外来に来て、しかも死の言われた、その指示された山、おそらくアルベスんに登ってるんです。逆にここまで来て疑うのかって感じもしますけど、でも、行ってるんです。聖書ってすごく正直でしょ私が聖書が好きなのはね、きれい事書いたり、うまいこと書いてない。外来に来にて アルベレスさんまで来てるけれども疑ってるんですね。これですね。これ何かって言ったら、あの、そこまで来てるのに疑ってるんですね。人間というのは弱いですね。でも来てるんですよ。神様は言われた通り従ってここまで来たこと自体を信仰と受け取ってくださってるんですね。大事なところですね。もしこれ外来来来てなければ、この声を聞くことはできませんでした。 でも、外来に来てアルベイサに登ったので、エス様に会った時思わず疑ってしまう人がいた。疑うって言っ人はすぐね、トマスと思ってしまいますけども、分かりません、誰か書いてないから。でもしトマスならね、面白いんですよ。ペンテゴスで以降、トマスはどこまで行ったらしてますかインドまで行ったんです。トマスが12弟子の中で一番遠くまで行った人なんです。もし疑ったなら、疑った人は一番遠くまで行ったということなんです。面白いでですねねこれねで あの疑った人にも神様は大選挙命ルを与えたんですそこにいたからですそこに行ったからです主の言われる場所にいてそこにいるとその時聞ける声があるんですそこにいるってことが大事なんですこれはどうぞ覚えてほしいですねその時に神の言葉を聞けるんですねで2つ目のポイントに行きますね1つ目は死のようところに行ったってことです2つ目のポイントはイエスは近づいてきて彼らにこう言われた私は天においても地においても一切の権威が与えられています それをあなた方は行って、アラリカの人たち人を弟子としなさい行ってなんです。ゴーなんですね。この時まだ弟子たちはセールを受けてませんし、エルサレム教会はまだ弱いのです。でもその段階で言葉が与えられたもちろんセールを受けてから彼らは行くんですが、しかし、この段階で主は行けって言ったんですね。多くの人たちが整ってから行こうと言うんですね。整ってから行こうとおっしゃるならば、天に帰るまで整いません。栄華されるのは天です。栄華なんて言ってね。 いいですか？画されるのは天なのです。地上では成果、えー、されていきますけど映化されることはないのです。整えなんかしませんよ。神様がおっしゃった時が時なんです。働いてるときが死の時なんです。これをはっきり捉えておいてほしいと思うんですね。で、この時ですね、神様はですね、あの行けって言われたんですねで。しかもですね、その前に何て言われたか、私は天においても地上において一切の権威が与えてます。それゆえなんですよ。 イエス・キーストは天においても地においても一切の権威を持ってらっしゃる権威とは何かというと権威というのは命じたときに相手が従う従従わさせるのではなくて従うんです。それくらい権威があると従っちゃうんですね例えば波に向かってあ海に向かって沈まれと言った瞬間沈まっちゃったんです風は止まり波は収まったんです熱に向かって叱った瞬間熱は下がったんです悪霊に向かって出て行けたら出て行っちゃったんです 病気も悪霊も、山も風も波も、従うんです。湖の上さえ歩けちゃうんです。権威があるってことは、そういうことなの。だから、一切の権威があるってことは、この地上のおける一切の権威を持ってるから、イエス様が言われたら、この地上のものはすべて従うのです。悪霊さえも。自然現象の法則さえも、バイオミン力の法則で物を投げたら落ちます。落ちるでしょ。 どんな軽い人も落ちますところが神様はもし上がれって言ったらどんな重い人も上がります。と信じてますかそれが権威です。あの必要なのは言いませんよ神様。でももし言われたらそれが起こる。イエス様はその権威を持っている人それいいあなた方は行きなさいって私は権威を持っているからその権威があるから行きなさいつまり権威をもらうってじゃなくてその権威があるからそのイエス・キリストの別へ そのキリストの名前を、名前によって私たちも命じるとき、私の権はないですよ。キリストの権威があるから、その名前によって命じるとき、その権威が働くのです。その権威を用いる力が与えられている。用いることができる。その権威が私にあるから、だから行きなさいって言われたんですよ。素晴らしいことですよね。そしてしかもこのときね、弟子としなさいなんです。あと見たら分かすよ。そして父、子聖論によってバブテスマを授け、 また私があなた方に見といたすべてのことを守るように彼らを教えなさいでしょう。ということは弟子とするためにはただ宣教して救われておしまいじゃない。もちろん救われた時にはあまりにも明確に救われて弟子になってしまう人はいますがでも救われてその後に洗礼バブテスマを受けそしてその後に教えて御言葉を教えていくそのことによってその人が弟子とされていくんですよね普通は。ということは一回行ってボンとやっておしまいじゃない打ち上げ花火をしておしまいじゃない。 繰り返し行って、あらゆる国に繰り返し行って、救われた、占領授け、聖書を教え、本当に弟子となっていくってことなんですよ。一回行って、もうしまいじゃないんですよ。繰り返し行かないといけない。あるでしょうか。僕は全世界ですけど、日本も含みます。あらゆる国だからね。実際海外に行きましょう。でも同時に、日本のいろんなところに行って、繰り返し行って、占領授け、御言葉を教え、 そして弟子とされていくんですね。これなんですね。それを言われたんですね。で行くんですだから。まあ、21世紀はね、インターネットというので配信できます、もちろん。それは素晴らしい力です。これをどんどん持ちましょう。でも、同時に実際に行くこともとても大事です。あなた方の足の踏むところをあなたに当たりと書いてあるから、やっぱり実際にこう触れることはとても大事だから。だからですね、いいですかインターネットで配信して、どんどん最近が同時に。 実際に触れ言って触れるってことがね大事ですねそして3つ目ね、えー、その教えたあと二十説の最後後半ね「見よ私は世の終わりまでいつもあなたと共にいます」って書いてあるんですねいつもあなたと一緒にいるよって言ってあるんですよこれねどういうことかというと、えっと、神様はエス様は私たちが自分の罪を悔いあめて十字架を信じたら 私の家におられるんですすす内住住んです家に住むといつでもどこでもどんな時でもおられて決して私を見捨てることはない私の方が捨てない限り見捨てることはないんですエス様ムの方からねだから進学的言えば別に伝説がに行かなくてどこにいたってもエス様ム信死んだら一緒にいるんですその通りなんです全くただ出ていくことによって本当に神が止まるということをより現実的により深くより実際的に体験するんです 本当に考えるっていうことをはっきりと体験し実感するんですこれは,これは実際に行ったことのある人は分かりますリアルに体験します,です、ね、本当に神の助けを見たり神のこうなんか恵みを見たり非常に具体的に見るんですこれはねだからこ、ね、行く時に「見よ私はいつもあなたと共にいる」ってことはこ、ね、いいんですねだから行く時にそのいつも共にいるってことをより深く実感するんですねそれを知ってほしいんですね であのよくね、海外選挙に行くと、えー、昔よく言われたんですね、5年間分ぐらいの学びをするなんて言われたんですけど、大げさだなと思ったことがあったけど、行ってみると大げさでもないですね、確かに本当に神様をリアルに体験します、それをぜひ覚えてほしいんですね、だからこの、エス様は最後にこのことを言われたで、私たちもだから、神の言われる場所に行くときに、神から言葉を受け、使命を受ける、生涯のうちに使命って言いましょうかね、言葉を受けることができる。 そ,のでそしてその言葉に従ってその言われと行くってことがすごく大事なんです実際に行くってことがねこれをねぜひあの覚えておいてほしいと思います私結婚する前にですね確か12月にアメリカだったかなそして3月に中国だったかな聖書を持ち込みで行ったんですねで4月に結婚したんですねであのねあの当時増やせただった奥さんに「あのあのええー!」とかって、ね、まだいろいろ決まってないの、ね、とか言われたんですけどでも最後はね 死が言かれたら行ってきたくてくださいって言われたんですけども今行ってよかったと思ってますいろんなことがいろいろ不十分だったかもしれませんがあの時本当に神の応答し行ったってこと自体が私ちの結婚生活を祝福したし私の人生生涯を祝福してると本当に今でも思っておりますあの,この言われたことに行くってことはすごく大事なんですねその時に神様の祝福っていうのは荒れていくんですねそれをね是非覚えてほしいですね 7歳に来てもね、えっとまあ、中国にも来ましたけど一番最初の実践派遣はフィリピンだったんですけど5月に来て8月ですよまだ教会が準備の段階だったけど3週間行ったんですよね,ねでたくさん技を見ました、ね、だけどもあの残った方が大変だと思いますが人間的にはでもそのことを通して私たちは本当に祝福されたしあのフィリピンの人がねたくさん来たのはねあの、まあ、直前にまたフィリピンに行ったこともあるでしょうけどやはり そこから始まってやはりその後またフィリピンに行きましたけどもやっぱり行ったらね本当に神様の祝福って現れてくるんですねこれね具体的に非常にリアルで現実的ですどうぞ皆さんね言ってほしいと思います主の導かい時には言っていただきたいと思いますねそれをねぜひねあの覚えておいてほしいと思いますその時にあの主は非常に祝福してくださるで本当にともれるってことはね具体的に分かるってことをねあの知っててほしいというふうにあの思います 最近メッセージはコンパクトになりましたので、えーね、おまえしておきたいと思います。天皇とま今の時はありがとうございます私たちが神様の言葉を受けて、本当に出ていって、神様、宣教なし、そして神様を止めることを深く体験しておきたに、力強く導いていってください。ありがとうございますお祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず、悔い改たをしましょう。 言われました何をしてほしいのですか今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。謝その願いと求めに答えてくださいさ。天皇と様、一人一人の心の叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。主イエスキリストのよって、心と体を癒しされよ、やっさりよイエス・キリスって珍し心と体をよ、 完全に治れまた今人々が願ったことに対する答えを与えてください必要な境内を満たしてください必要な人と物を与えてくださいまたこれを回復させてくださいイエス様は何よって壊れた環境を回復させてくださいまた必要を完全に満たしてください告白を変えなさい あなたの告白を徹底して切り替えていくときに私の働き私の助け祈りの答えをあなたは見ていくようになるとおっしゃいますイエス様のお名前によってお祈りいたしますアメンどうぞお立ちくださいハレルを賛美しますハレルヤ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  ハレルヤ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 ールヤ子犬が願くば、主イエス・キリストの恵み、地なる神の愛、聖の親しきまじゃりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地元ご支援までも豊かに、限りなくありますように。アメン どうぞお座りください。